イカヒツ橋は日本初期に記述されている橋。後継の橋は存在していないが、文献で登場する木造橋としては日本最古。鶴の橋跡公園日本初期の仁徳天皇14年の城にイカヒツに橋渡すとの記述があり、少し北に小橋の孔と呼ばれた入り江があり、入り江に半島のように突き出ていた上町大地の東側に沿ってくだら川が注ぎ込み、 川口付近に、イカヒツと呼ばれた港が栄えていた。橋のあった場所については、諸説あるが、イカイアの下ら川に架けられていたものと推定されている。この場所には、江戸時代以降、旧平野川のこの橋に、鶴がよく飛んできていたので、鶴橋と命名されてきた橋が架けられていた。だが、昭和15年に、河川改修工事のため川は埋め立てられ、鶴の橋はなくなったが、 1952年に橋が存在した場所に、鶴の足、後の記念碑が建てられた。忍のぶれど、人はそれぞと水戸の裏に渡り染めしい河筆の橋、小野小町、平安時代前期の歌人、小野小町がこの橋を読んだと言われる歌があり、江戸時代の完成年間に出版された、説明書図絵に載っている。だが、小町歌集には、記載がないため幻の歌だと言われている。 A.B.C.D.E. 竹部健一2015日本土木学会日本土木史1994年 P.1919 19橋の歴史物語第一、小日本で初めての橋は大阪市市西鶴の橋ありがとうございます